サブライバーオーナーの牛尾です。店長の山本です。緊急告知がございます。この度ですね、サブライバーオープンして2年と少々が経過した次第でございますが、はい、2代目の店長を募集したいと思います。本題に入る前に、はい、じゃあ2代目の店長と言われたからにはですよ、1代目の初代の店長はどこに行ってしまわれるのですかという話になりますな。はい、これは婚活しようかなってまあ掘り下げて話をしますと、まあ入社当初からその彼女はそのどうしてもその結婚であるとか出産であるとかというところに対して、ね、ものすごく憧れを抱いてるんですね。はい、憧れてます。憧れておって、まあその思いをまあ胸に秘めながらですね、まあ、気がつけばもう2年と、だから今日が11月ですから、もう11月の10日ですから、2年と2ヶ月ぐらいですか、はい、やってきてもらったんですけども、もういよいよリーチなんじゃないかと。30代最後ですか。そうなんですね。なんでまあ思うところあって、やっぱりそのなかなかね、こういう 夜の商売って、まあ飲食店なんですけど、まあでも営業がもう夜の8時から、翌朝のまあ3時ですから、その時間帯でやっぱりその仕事をしてると、なかなかその婚活もままならんですばいということで、その生活の環境をまず変えるところからトライしていきたいという意向を聞きましてですね、個人的な意見を言わせてもらえば、相手もいないのに何を急に出すんだと、はい、ちょっとねえ、なかなか正気の沙汰とは思えないというか、まあこんなこと、まあ僕が言うのもなんですけども、まあまあいい給料もらってるじゃないですかあなた。はい、結構もらってますね。え、まあ入社2年ですけど、まあそこを着実に階段を乗ってきてですね、なんだったら尊重そこらの若い者には負けんぞというぐらいのとこまでキャリアアップしてきましたよ。でまあねえ、そのキャリアアップしてきて、このステータスを一旦封印して婚活に専念すると、これよっぽどいい男見つけないと本当浮かばれませんよ。本末転倒になりかねないことなんで、まあそこはじゃあもうそうと決めたからにはですね、なんとかいい相手を見つけてもらうためにですね、はい、頑張ってもらいたいということなんですけども、なので、まあもちろんそのこの募集をきっかけに次の方が決まらないと移行ができないんで、一応そのもうこれじゃあここで婚活のために一応卒業しますというのは卒業路線ですと言った方がいいですね。もうじゃあ明日明後日すぐにサムライバーを卒業してということではないんで、はい、次の方が決まって然るべき引き継ぎが終わってからということなんで、まあ個人的にはその引き継ぎの期間、言ってもほら店長職じゃないですか、はい、なんでまあ1ヶ月間ぐらいはその期間を設けたいなと思ってますんで、はい、うん、そうですね、また12月とかまた忙しいし、うん、年末なんでね、まあ、その期間とかはまあちょっといろいろバタバタすると思うんで、まあ、なんでもうちょっと先の話にはなるのかなと、その次の店長と切り替わる時にはねっていうことなんですけども、一応ですねこの度もうそういう意思が固まったということですんで、まあまあお給金の面倒は見てあげられますが、はい、その後の生活の面倒までは会社も見切れんですばいというところではですね、はい、そうですね、やっぱり僕も割と我が強い人間なんで、人生一度しかないわけですし、自分でやっぱ最終的には好きなように生きた方がいいんじゃないかというところで、まあ、それは一つね、ケースを叩こうと思っておりますんでね、はい、はい、でこの場を借りて、なんで次の店長も募集します。はい、一応20歳以上ですね、20歳以上の女性店長で、まあ、ちょっと考えてたんですけども、場合によってはそうですね、もう一人ぐらい、まあ社員なのか副店長なのか分かんないですけども、店長とそれに準ずるスタッフを、まあ採用できるようなら採用したいなと、まあ、いずれもちょっと今回ね女性限定っていう形になってしまうんですけども、そういった形でですね、まあツイッターの方でもちょっと案内をかけさせてもらうんで、一応そういう形で
この動画を一応一つ機にですね、次期店長を募集させていただこうと考えておる次第でございます。20歳以上の女性、上は特にあの制限設けるつもりはないです。はい。さすがにね、80代とかは来ないと思うんで、70代とかの人もね。なんでまあ特にこの動画を見てる人におそらく動画なり SNS なり見てる人に限定されると思いますんで、まあまあなんとなくこのぐらいまでかなっていうのは思ってるんですけど、あのね、僕の見立てによるとですね、まあ来ません。こんな大々的に募集をかけてもまあ来ません、はい、なぜならわかりますか、岐阜だから、岐阜だから来ないんですよ。これが簡単にね、あの集まるんじゃないかと言われるんですけど、なんでまああのもちろんね、岐阜県に今お住まいじゃない方でも全然 OK です。引っ越し代とか全然持ちますんで、はい。でそうですね、休みとかに関して言うと、今お店が月曜定休でプラス2だから、まあ6か7ってことなのかな、はい、あ、6か7、6か7だね、はい、っていう感じです。でまあ働く時間は、まあ、夜の8時から3時、まあもちろん多少ね前後片付けとかがあるんで多少前後するんですけど、でももう一人、もし副店長とかもう一人の社員とかアルバイトが入るならば、はい、休みも増える可能性はある。ああのね、もし社員が2人みたいなことになってしまったらですよ、これ非常に喜ばしいことなんですが、月曜日もっていうかその定休日をなくして、まあ持ち回りで週休2日みたいな形が取れれば、一時そういう感じでやってた時もあったんですよね、はい、うちの店は ね、 なんですけど、まあ今あの一応社員プラスアルバイトっていう形なんで、定休日やっぱアルバイトさんにですねやってもらうわけにいかないということで、なんでまあもし2人採用できるような形になれば、そういった形でやっていければなというふうに考えてるんですけども、あとまあそうですね、給与面はね、俺まあまあ自信あるんでね、こう言っちゃなんですが、どうですか、あの社会人経験豊富な、いやこれは実は山本さんから見てサブライバーの店長で一番押せるのはそこですよね。一番押せるのはそこ。もう本当に頑張ったら頑張った分だけ評価していただいて、うん、はい、あの給料はたくさんもらえます、はい、スタートは一応25万円からとしておきます。もちろんその経験とかうんぬんかんぬんによって初任給の査定もいろいろこっちも対応させてもらおうかと思ってるんですけども、そうですね、まあ最低そのぐらいという認識でいただければよろしいんじゃないかと思います。であとだからもう一つ、そうだな、まあ可能であれば、まあ無理だったら全然いいんですけど、まあ今ほら動画とか一緒にやってるじゃない、パチンコとかパチスロやるお客さんうちもすごく多いんで、もしパチンコとかパチスロやられる方だったらね、まあ動画とかにも出てもらえると嬉しいなと、うんうん、そうですね、そうそう、割と僕もそのなんていうんですかね、今この飲食店やってる中でスタッフのやっぱそのタレントが、これパチンコ店なんかで今盛んやってますけどね、を割とうちの会社の総合を進めていきたいなっていうのもちょっとありましてですね、できれば動画なんかに顔出ししていただける方だとなお嬉しいと、なお嬉しい、ダメならいいですね、ダメならしょうがない、ダメなら無理には言いません、はい、なんでまあおおむねそんな感じかな。なかなかね、本当岐阜県って言われてピンとこないと思うんですよ。僕も間もなく岐阜来て10年なんですけど、仕事で来るまではもう全くの未開の地で、やっぱその岐阜といえばこれみたいなのがなかなかその連想 させてくれるものがあるようでないじゃない、はい、私も最初そうでしょ、岐阜って山でしょって、スキー場でしょって思ってましたもん、こんな町だと思ってませんでしたし、うん、住んでみると本当にいいところですよ。いいよ、だから僕だからもともと関東人で、まあ、ここ来るまではもうザ東京でしたけど、全然もうむしろこっちの方がいいと思ってますから、うん、はい、という意味ではね、まあ駅前そうだ、岐阜駅界隈、この柳瀬からの玉宮からなんで、まあ、まあ歩ってね、行き届かないぐらい広範囲にお店もいっぱいありますし、そうそう、特にね夜の街は非常に充実してるというか、はい、ね、美味しいお店もいっぱいあるしね、はい、いいんですよ、なんでまあ地方の方、うん、ちょっとなかなかね勇気のいる、うん、選択かなとは思うんですけど、まあ一つですね、もし今お仕事を探し中の方とかね、あるいはなんかもしお店をやってるけどちょっときついとかも今だったら、
ね、こういう時期なんであるかもしれませんし、ちょっとなんか地に足ついてですね、岐阜でちょっとバーの店長やってみようかなと、もしくは社員として働いてみようかなという女性の方がいましたら、ぜひともですね、応募してきてもらえると嬉しく思います。一応概要欄の方に僕のツイッターのリンクが貼ってありますんで、一発目の応募は僕のツイッターのメッセージの方にダイレクトメール、メッセージですね、ダイレクトメッセージをください。そのいただいたメッセージに対してこちらからもろもろその後のやり取り等々を連絡させてもらいますんで、はい、そんな感じでですね、この度の店長の募集とさせていただければというふうに考えておる次第でございます。一つ質問なんですけど、はい、で募集かけましたよね、はい、で決まります、採用します、でまあおおむね1ヶ月、はい、で山本卒業、はい、新店長就任という一応絵を描いてますが、はい、例えばこの募集しましたね、向こう3年来なかったらどうするんですか。自ら探してきます、ね、自ら探してくる、首根っこ捕まえてでもとりあえずその辺の引きずってでもいい子探してきます、ね、いい子探してくる。一応聞いてはいるんですけども、うん、来年になるかなとかいろいろする。なるほどね、なるほどね、わかりました。まあできればこういった形でオープンな形でですね募集したかったんで、はい、はい、この度だからまあなかなかねこれ聞いてちょっと山本店長辞めちゃうのとかね、中には全然辞めないでまだ、はい、びっくりしてる人がいるかもしれないですけど、まあ当分まだ時間はありますんでね、はい、ぜひともですね、まあもしかしたらまだ先長くなるかもしれませんけど、場合によっては何ヶ月後かにいなくなるかもしれない、会えるうちに会いに来てもらえるとよろしいんじゃないかというふうに思います。でまあお客さんとしてはあれですけど、彼女だからその要は卒業したらもう付き合ってもらってか構いませんから、うん、ね、だからちょっとこの動画をご覧の方の中に我こそは山本と結婚を前提にお付き合いしたいと、はい、募集中です、募集中です、はい、もう結婚もそうですけど出産とかもだいぶリーチかかってますからね、はい、急がないとね、焦らないといけないんで。その DM が来たらどうするんですか。え、そっちが先にそっちでとか言って、だからいるうちはダメですよ、いるうちは、はい、いるうちはね、いるうちは、はい、いるうちはダメです、はい、その後はまああとはもう彼女のもう選択次第ですからどんどんアプローチしてもらって結構ですんで、はい、よろしくお願いしますという感じでございます。ということで、サブライバー2代目店長、果たして応募してきてくださる方はいるのかとお願いしますいうことですね。いないといつまでも縛り付けられる格好になるんで気がついたら塔が立っちゃってねもらい手がいないなって言ってね、42になったよ、42になって、42になって、45になって、50になっちゃったらもう終わりですね。いよいよ子供ができないと、ね、で60になって70になってそうやって死んでいくんですね。いやでもその時はお金持ちになってるはずなんで、なるほど、そっちはね割とちゃんとしてますので安心してください。はい、ということでございます。なんか逆に質問等々も随時受け付けてますんで、募集の前になんかもし質問等あればそれはそれで、DM の方くれるとよろしいんじゃないかと思います。はい、ということで今回はこの辺の開きでございます。果たして店長は決まるのかどうか、進捗は随時お伝えいたします。ありがとうございました。